揺れかけろ愛かけろ五人の少女たち、ときめいてきらめいて夢の天使たちよ、少女を狙う変態どもはドリームパワーで撃滅だ。J-Red J-Fright Blue Yellow Green Finish 5カジュリー神秘の力輝け夢の少女たち、ドリームエンジェルありがとう。今頃ランジェたちポニーと東京見物してるのかな。ちゃんと東京ディズニーランドでお土産買ってきてくれるかしら。まあミルクったらいつの間に頼んでたの。あ、いっけない、忘れてた。どうしたのピーチー。テレビ、今日ヨーロッパから来ている天才占い少女シーナの特別番組があるのよ。さすがに神話とか不思議現象が好きなだけあって興味津々ってわけね。あら、占いや予言だって一種のドリームパワーかもしれないわよ。うん、なるほどね。言えないことはないかもね。それではここでシーナさんに今後の世界を占ってもらいましょう。皆さん、もうすぐこの地球に大きな災いが降りかかります。いえ、すでにその災いは各地に起こり始めています。宇宙からの正体不明のものが地球人よ、心せよ。信じる？信じないわけにもいかないんじゃない？デート新刊東京破壊計画。メルティューン星系惑星メルティューン、地球2億に似た構造の惑星で、そこに住むメルティューン人も地球人とほぼ同様である。王国ではあるが絶対君主制ではなく国家統一の長としてであるために平和で活気のある星であった。しかしこの星も宇宙の星ゼベル軍ミストル軍団によって占領されようとしていた。旧国王、ゼベル軍は多数の国民を人質に取り無条件降伏を要求しております。国民が？お父様。レミダイ、お前は部屋に戻っていなさい。でも。でもスタンドしない。さあ。はい。レミダイ、万が一の時には先は行かせません。たとえゼベル軍であろうと、ここから先には。ここはおるか。おとなしく国王の居場所を吐くのだ。させるか。ここはおるか。私が国王のビキングだ。私はゼベル軍攻略司令の一人、ミストルハイム。ただいまよりメルティューン星系は我らが支配下となる。国や国民を貴様らの勝手にはさせぬ。ならば滅びるか。私も国王としてメルティューンの歴史をここで終わらすわけにはいかぬ。新たな歴史は我らが築いている。おりゃ
聞きたいことがある。この惑星系に奇跡力を持つ者が現れたそうだが、事実か？奇跡力？そう、お前も知っているであろう。宇宙伝説のドリームパワーの中でも最大のパワーを持つ神秘力と奇跡力の話くらい。奇跡力を持つ者を見つけてどうする？知れたこと。我らがゼベルのために、すでにもう片方の神秘力を持つ者は太陽系の地球なる星にいることを突き止めた。地球？もう一度聞く。奇跡力を持つ者の居場所知らぬのか？知ったところで見つけようがなかろうな。どういうことだ？ゴルドだ。ゴルド？まさかあの。そうだ、宇宙の一匹狼ゴルドだ。奴はドリームパワーの秘密を握っている。その頃、地球ではナンジャとフローラが鎌倉に転校したポニーのところに遊びに来ており、一緒に東京見物をしていた。都内の公園に植えるのだ。花は3日も経てば東京を密林のジャングルと相手ぼかす。そこに火を放てば日本の首都は炎に包まれる。東京湾炎上よりすごいぞ。はは、マツタケゴースト。これをまず新宿公園に植えるのだ。副都心の象徴のビル街から血祭りだ。任せておくれやす。一丁バーッと派手にやってこまっさりま。デスグリーン大変だわ。トマトたちに知らせなきゃ。誰じゃそんな。ほう、これはこれは、こんなとこでやれるとはな。ダンデフローラ、もうどこ行ったんやろ。じゃああいつらどこ行く探しおったかい。探せ探すのだ。あれはまさかランジェたち捕まったんじゃ。はい、ドリームです。あら、ポニーどうしたの？え、ポニーから？私も変わってね。ちょっと待って。え、宇宙人ランジェとフローラが行方不明？ミストル様、我が隊の地球先発頼り入電、計画は予定通り進行中とのことです。神秘力と奇跡力を手に入れて、私がゼベルの最高幹部になってみせるわ。ポニーからの知らせを受けたチーム姉妹は一路東京へと向かった。
手分けして二人を探しましょう。ポニーは？ポニーも鎌倉へ戻って地元を探してるわ。ケイちゃん。え？これ持ってって。トリム姉妹は分担して二人を探した。皇居。ここにはいないわ。渋谷、おいおい、いつの時代だ。ハチ公前にもおらずか。原宿といえば当然出てくるのがこのジェニーショップだが、今はこの場所じゃないぞ。うわー、いいお洋服いっぱい。あ、ピンクもあるわ。いらっしゃいませ。あ、すみません、こんな子たちここ行きませんでしたか。上野駅パンダ、視線もそったパンダ、浅草、面白いことないかな。もうどこ行っちゃったんだろう。あいた、てめえどこ見て歩いてんだよ。ごめんなさい、こんな子を見かけませんでしたか。知らねえよ。そうですか、どうもすみませんでした。変なやつ。あー怖かった。不良さんかしら。ダメだわ、いない。まさかここにはいないでしょうね。ゴジラも潰した有楽町マリオン。ここぐらいね。ええ、入ってみましょう。呼び出しをかけてもらっても反応なしか。やっぱり侵略軍に捕まっちゃったんじゃ。まさかそんなワンパターンな。でも割としつこく同じ手口で来るかも。あら、知らんの。はあ、はあ、わいは松崎ゴーストっちゅうもんや。どや、ええ顔しようやろな。ランゼとフローラをどこに隠したの。知らんって言うだろ、ダオ。じゃあ誰が一体。とにかくな、神秘力を頂戴されてちょうだい。ダメ。ほな、手続きで特命に会ったろ。松崎ゴースト官僚交換。はあ、なにこの香りは。いい香りだわ。まったりとしたような。どうや、わいの香りが変えたままな、死の間際に天国を感じるっちゅうわけや。よっしゃ、アジトへ運んだれ。お待ち。別に待っておれへんけどな。お邪魔に。どう、こらえ。じゃあね。
誰なのかしら、あの二人。フリーさん。あら、トマト。あなたが持ってたの？ちょうどいいわ。ランゼとフローラの手がかりがつかめそうなの。え？どうしてそれを？詳しいことはこちらで。横浜スタジアムで会いましょう。横浜？じゃあ。エリーさんって、キリン物知り大百科みたいな人ね。横浜行ってくるわ。ミルクは先に待ち合わせ場所の新宿公園に行っておいて。うん。